陸博大鳥は、元の名を、陸博士順と言い,い、カトリック信者で20世紀前半における、中国の著名な企業家かつ事前家である。1875年3月28日、陸博大鳥は、中国上海南市中国地界の小野郎に生まれ、先例名をヨセフと言った。ここは当時江南大牧区の主教座制度である東屋、 渡り清フランシスコザビエル教会からとても近く、太平天国の戦乱中、江南地区の代々カトリックを信仰している家庭は、迫害を避けるために上海まで逃れ、死教座制度の側で居住した。その中で最も著名なのが、聖保県から来た、主や、丹都県から来た馬屋及び陸家であった。彼らは互いに、緊密な社交の輪を結成し、互いに婚姻を結び、 周囲のヒカトリック教徒と異なる宗教信仰と生活習慣を保持していた。彼らはフランスと密接なつながりがあり、子女の大多数は新丹大学に通い、卒業後はまたフランス商社の下で物資を調達する人につくか、上海のフランス疎開の金近隣局で職を探した。その中でも少なくない功績を立てた人物が出た。例えば、主家は造船所の主で、 上海全商業会議所の所長であるシシ、朱子業を、馬家は、新丹大学、福丹大学2カ所の大学の創始者である馬井、白と言語学者で中国発の文法の著作、橋文通の作者である、馬立、ただしの兄弟、そして陸家は大企業家で大事前家である、陸白大鳥を輩出した。少年時代の陸白大鳥も、その他の中国の子供と同じように、 学ぶのに十年の困難と深刻を経ななければならなかった。彼は四書五教を学び、十八で幸運にも秀才を取った。だが、1905年、新朝政府は科挙制度の廃止を宣言したので、大きくの読書士は転じて、新しい方の学校に進み、改めて外国に関することを学んだ。この時、陸家も陸白大鳥を、 当や私市教座制度の教神父に送り、そこでフランス語を学ばせ、後に、ホッケ新辞典の編纂に加わった。この後、ベルギー洋行の職員と、フランス疎開の川ノイ師弁護士事務所の秘書を務めた。20世紀初め、陸博大鳥は、上海全商業会議所の代表となり、アメリカ、イタリア、スイス等に赴き、観光と視察調査をし、ローマ教皇の越見を受けた。 帰国後は実業を起こして国を救う計画を立て、その後続けて一連の工業、商業、交通等の企業を起こし、上海の中国商人のリーダーとなった。1911年、理評書の推薦により、陸博大りは、節倒産の危機に直面した上海、内地伝統講師の経営を引き継いだ。彼は管理をしっかりとさせ、 経営上の損失を補って収入を増加させ、さらに経営規模を拡大した。数年のうちに南市中国地界の伝統の数は元の1000余りから7万に激増し、中国地界と疎開の市政建設方面での格差は迅速に縮小した。1912年4月、上海では城壁を取り壊して大通りに改築して北家民国路途中下路にし、 陸博大鳥はこの機会を利用して20万元を出資し、上海歌唱電車講師を創立し、上海歌海で初の路面電車を開通させ、電車はこの市を囲む円形の大通りの上を走った。この線路の沿線はすべて上海の旧市街で、人は緻密であり、とても早く客の流量を見ることができると予想された。陸博大鳥は、花唱電車講師のすべての電車の先頭に、 自分の名前をもじった緑、白、赤三色の電灯を取り付けて、顧客を招き寄せた。開業してから花商電車の乗客は非常に多かったので、この後ずっと良好な経営業績を保った。1918年1月、電灯講師と電車講師は合併し、上海花商電機古墳有限講師と改名した。1935年、南市の半正園で、 新しい電力会社を建てた。1937年の日中戦争前夜に至るまで上海歌小電気工師がごとんに得た利益は100万元に達した。陸博大鳥は電力工業方面で得た功績により全国民社会電業連合会委員長を担当した。1913年11月、陸博大鳥は第一次世界大戦前夜の国際市場での 鉄鋼価格の急速な値上がりの機会を掴んで、歩道の地下へ渡しで、製鉄所を創業して、先鉄を生産した。1921年、彼は、ドイツの商社との合示により、手芸和京鉄鋼工場を拡張して、品質が最上の異形坊口を生産できるようにし、公海缶ビル、砂村体化、港北水力発電所、フランス商社の元々の水道所と南京の、 中山寮の建造する需要に供した。1949年以後穴を、上海第三製鉄所と改めた。陸博大鳥は、また大通工業工師を創業し、趣旨、業の造船所のドックで、高市大、志大と、盛大の三層の客船を建造した。陸博大鳥はこのために、上海工業同業公開執行委員となった。1924年、 陸博大鳥はさらに江北水電工士の経営を引き継いだ。陸博大鳥は上海フランス疎開、近田局に入った初の5名の中国人理事の一人となった。1927年1月15日、中国民族主義が起こって大革命が発生するような形成下で、フランス上海駐在総領事は、 陸博大鳥等5名の中国人を金多田局臨時委員会の委員に任命し、上海の2つの疎開で最も早い中国人理事となり、上海疎開で長期の外国人理事しかいなかった状況を変えた。途月賞、張少林らは1930年以後になって、フランス疎開、金多田局の理事会に入る資格を得た。陸博大鳥は京神父と接触する間に、 熱心なカトリック教徒となり、聖職者ではなかったが、常にカトリックを信仰する実業家と、1912年からも熱心な信者の立場で粗末な交通工具に乗って、上海付近の各農村に出かけて布教し、続いて教会、診療所と学校を建設した。陸博大鳥はカトリックアクション会会長を担当した。彼の布教活動方面の功績により、 教皇は彼に借を授与し、彼に1926年は、アメリカのシカゴ及び1937年は、フィリピンのマニラで挙行された2回の国際生態大会に参加するよう招いた。陸博大鳥は、事前活動に極めて熱心であり、前後して7カ所の事前機構を創立した。陸博大鳥はすでに名高い上海の大富豪であったが、本人はなお常に、 新しい広市育道に来て前掛けを締めて自ら不衛生な病人に奉仕した。しかも彼の何人かの子供を側に立たせて彼らがどのように貧しい人に親切に接するか学べるよう便宜を図った。この外彼は金華中学を含む5カ所の男女小中学校を創立した。日本の長崎に無限在の聖母の修道院を設立しに来たマキシミリアの コルベ神父が上海に立ち寄った時に面識を持ち、陸は修道院を建てるよう援助しようとしたが、上海の司教と神父がコルベ神父を歓迎しなかったので成功しなかった。1937年8月13日、上海で第二次上海事変が勃発し、3ヶ月の戦闘で100万にも上る上海の中国地界である。そして、 高校や日本勢力範囲と付近の港南地区から来た難民は上海の面積に限りがあり、元から人が極めて密集している二つの疎開に入ってきて、空前の深刻な難民の危機となった。陸白、大鳥自身の企業はこの時の戦争で全て麻痺状態に陥ったが、政府の計画に合わせて自分の客船一層をチャンス商工員付近の長江の中に沈めて、 日本軍が西に向かって南京に侵入するのを阻止した。陸下が長年居住してきた南市島や私の一帯も戦闘地区となり、上海フランス疎開の新丹大学が所在する旅販路への転居を余儀なくされたので、彼は清白多六道の信者となった。しかし、この時も陸白大鳥はなお事前事業を放棄しようとはせず、 彼はその数が百万を数える不幸な人々に対して無意に過ごすことに甘んじようとはしなかった。そこで彼は進んで日本占領軍と接触して深刻な難民危機の解決を試み、上海地区海藻委員会の参加に同意した。1937年12月30日、陸博大鳥は旅館路の住宅前で車に乗り新広市育道の仕事を手伝う準備をしていた時に、 みかん売りに偽装した男の重ねに遭遇して亡くなった。62歳であった。彼の死はずっと謎であるが、彼が日本人と接触したことと関係がある可能性がある。陸白、大鳥伝え中国語で、陸白、大鳥の名は、緑白くれない、に発音が似ている。1 6 6 7 5世生まきれん、かひとしでん事業出版社。 1982年69ページありがとうございます。